未知との遭遇。え、嘘、ミステリーサークルって手作業なの？ミステリーサークルではなく普通に畑仕事をしてるそうです。いやー、定年後の田舎暮らしが私らの夢でしてね。本当にこんな辺境の星に来てよかったわ。これ今この畑で食べたんですが、いい天気でしょ。思いっきり外来種持ち込んでんじゃねえよ。田舎に泊まろう。いや、なんかすいません、泊めてもらう上に夕食まで。いやいや、ゆっくりしていってくださいよね、母さん。何しろ今夜はごちそうですからね。今日はとてもいい肉が手に入ったからね。え、何の肉かって？それはね、松坂牛じゃよ。ずいぶんレトロな形ですね。確かアダムスキー型 UFO でしたっけ。いや、今時の若い娘さんでも知っておりましたか。お恥ずかしながら私クラシックモデルに目がなくてね。そんな古いものよせって言ってるんですけどね。燃費も悪いし環境にもね。悪いんすか。いや、何、ちょっと排気がね。まあ旧車なんてそんなもんすよね。田舎に泊まろう2。良いところですね。そうだね、いいご夫婦ですし、このままずっとここにいたいね。もうぜひぜひずっとここにいてくださいよ。ハルさんの寝るところはうちのポチと一緒でいいかしら。ポチ、まさかあのチュパカブラですか。別に噛んだりしませんよ。ち、あの子がいつも吸うのは牛だけだから大丈夫よ。いや、お恥ずかしながら私珍しい希少動物に目がなくてね。カッパ、ビッグフット、ネッシー、ツチノコ、イエティ、モケレムベンベ、みなたまりませんな。この人ったら最後には白線にしないと気が済まないらしくて。大丈夫だハルさん、ユーマに比べたら柴犬なんて全然珍しくもないさ。お忘れでしょうか、今やご主人は超希少種なのですよ。最後の一人です。夜中にこっそり出発するぞ。